ヤーコップ財エンカーの皇帝カール5世の肖像。美術史美術館所蔵。ヤーコプ・ザイゼン・エンカーの1530年の肖像画。ラアルムダイナ王宮所蔵。両犬を伴う皇帝カール5世は、イタリア、ルネサンス期のベネツィア派の巨匠ティツヤノベチェッリオが1533年に制作した肖像画である。油彩。描かれた人物は神聖ローマ皇帝カール5世である。 キツヤーノの卓越した肖像画技術とその画業を語る上で書くことのできない作品で、もともとオーストリアの肖像画家、ヤーコプ財前エーカーが描いた肖像画の複製を制作するために依頼されたが、キツヤーノは原作を描画する完成度で作品を描き上げている。キツヤーノは1529年から1530年にかけてカール5世の肖像画を描いており、 続いて制作された本作品でカール5世の画家に対する評価を確実なものとした。現在はマドリードのプラド美術館に所蔵されている。パトロンであるカール5世とティツヤーノとの関係は1529年まで遡る。この年、ティツヤーノはカール5世の関心を得ようとするマントバ公爵フェデリー・コニセイ・ゴンザーガに招聘され、 カール5世の最初の肖像画を描くことになった。この作品は現存していないが、甲冑姿の半身像であったことが、ジョバンニ・ブリートのハン画とピーテル・パウル・ルーベンスの模写からわかっている。翌1530年、カール5世は、教皇クレーメンス7世によって、ボローニャで退官し、さらに2年後の1532年に教皇と2度目の会見のために、マントバに滞在した。 本作品の制作は、その翌年に、ボローニャで皇帝と再会した時に依頼された。一方、オーストリアの画家、ヤーコプ・ザイゼンエッガーは1530年から1532年に、かけて、皇帝の前身の肖像像を5枚制作している。ザイゼンエッガーは1530年に、カール五世からの依頼で、マヨルカ島のラ・アルムダイナ王宮に所蔵されている。 皇帝の最初の全身像を制作した。続く1531年に、カール5世の兄弟、フェルディナンドの依頼で皇帝の肖像画を、プラハで2枚描き、さらに1532年に、ボローニャで、美術館美術館のバージョンを、ラティスボンで、ノーサンプトンシャーのアシュビリ城のバージョンを描いた。カール5世は1532年11月1日の、 バッサーノへの訪問中の服装と同様の、銀紙の刺繍が施されたブロケードの道着と黒い毛皮付きの街灯を身にまとい、黒い帽子をかぶり、白い靴を履き、一頭のイギリス産の白いメスの猟犬を伴っている。この宮廷要素と軍事要素の組み合わせは、宣伝さと権力を組み合わせた皇帝のイメージを投影しており、同時にイタリアに対するカール5世の支配を宣言している。 両権は、在前エカーが実物を見て描いたと思われる、正確さで描写しているのに対して、ティツヤーノはそこまでの正確さで描いていない。しかし、ティツヤーノの肖像画が在前エカーのそれよりも、優れていることは、疑いない。両者の肖像画は、類似しているにもかかわらず、非常に異なる皇帝のイメージを示している。在前エカーが、 同時代の説明と一致する中世のたくましい人物として描いているのに対し、ティツヤーノはカール5世の外見を微妙にしかし決定的に変更し、皇帝らしい優雅さと威厳を備えた人物として描いている。ティツヤーノは在前エカーに比べてよりスリムな胴体を与え、毛皮で覆われたマントの表面積を増やしている。皇帝の表情にも変化が加えられており、 在前エフパーでは皇帝のまぶたが重たげであるのに対してティツヤーノは目を大きく見開かせることで皇帝の顔つきに正気を与え加えてまっすぐで完璧な花を与えているさらにティツヤーノは皇帝を際立たせるために空間の扱いも改善している在前エフパーでは1530年の最初の肖像画と同様の幾何学的な模様の床が キツヤーノよりも高い位置で壁に接しているため、部屋の奥行きが制限されている。これに対してキツヤーノは、床の模様を省略し、皇帝をより低い位置に立たせることで、空間的な広がりと奥行きの感覚を生み出し、人物像を画面の前面に押し出すと同時に、部屋が大きく見えるように配慮している。また在前エフカでは、 画面左の背景を占める緑のカーテンが壁と工程を区切る仕切りとなり空間の狭さを強調する結果となっているが対照的にティツィアーノはカーテンを画面左端に配置することで皇帝の姿を明確にし両足の間の空間を解放しているその結果ティツィアーノのキャンバスは財前エカーより小さいにもかかわらずそれ以上の空間的な広がりと奥行きを 獲得している。キツィツアーノはこれらの変更に加えて、財前エッカーの冷たい色調を避け、ベネツヤ派特有の微妙かつ段階的な色彩を使用し、工程を包み込む柔らかな絵画空間を構築している。ただし、二つの作品の関係は複雑である。大多数の専門家はティツィアーノは、財前エッカーの後に制作したと考えているが、近年は、X 線撮影による、 科学的調査の結果を根拠に、ティツヤーノが先に制作したとする見解の支持者が増えている。とはいえ、財前エカーは1532年の肖像画に見られる要素を含むカール5世の前身の肖像画を、ティツヤーノに先行する1530年から制作し続けている。またティツヤーノが優れた肖像画を制作した後に、 別の画家がそれをもとにより劣った品質で複製を制作したとは考えにくい。そして競争心の強いティツヤーノがより優れた作品を描くことで同じ分野において先行する他の画家に対して自身の優位性を誇示したいと考えるのは自然な感情であると思われる。実際にティツヤーノの肖像画の優位性はカール5世に認められ、 500ドカートという高額の報酬と貴族の身分を与えられた直後にアッペレスを伴うアレクサンドロス大王を真似て絵画を描く権利をも与えられた。絵画はその後スペインの王室コレクションとなったが1623年に同じくキツヤーノのパルドのビーナスと共にイギリスに渡ることになる。当時18歳のフェリペ4世はまだ優れた。 芸術作品に対する関心が薄く、皇太子であった後のイングランド国王チャールズ一世が、スペインを訪問した際に両作品を譲り渡した。1650年に、新京都革命によって、チャールズ一世が処刑されるとそのコレクションは、競売にかけられ、良犬を伴う皇帝カール五世は、建築家バルサザールがアービアーに売却された。 スペインの大使アロンソ・デカルデナスはフェリペ4世の密命を帯び、最小ルイス・メンデスであろうの指示の下で絵画の買収に当たり、バルサザール・ガービアーから本作品を買い戻したほか、ラファエロ・サンツヨの聖家族、ティントレットの使徒たちの足を洗うキリスト、アンドレア・マンテーニャの聖母の死、アンドレア・デル・サルトの階段の聖母、アルブレヒト・デューラーの自画像といった作品を、 スペイン王室にもたらした。一方、パルドのヴィーナスは、ジュール・マザラン数奇鏡に購入された後、フランス王室コレクションに加わった。ありがとうございます。